アジャイです。ハチです。あれ、はい、というわけで、ね、はい、ちょっといいですか、はい、フラット出ちゃいましたけど、はいはいはい、全然この僕らの友情半島呼んでくれないじゃないですか。そうなんですよ、ね、はい、1回だけ出たことあるんですよね。はい、はい、僕の中では、はい、ハチチャンネルのつもりで別でチャンネルある、はい、要は騙されたと。ハチと申します。はい、よろしくお願いします。どら焼きの動画に出ていただいて、でもあの動画がね一番再生されてるんですよ、言うても。おう、だからやっぱハチさんのおかげなのかなと。いやいや、企画のおかげでしょ。完全に企画のおかげでしょ。いや、ワンチャンハチさんの可能性もあるから。多分自己紹介もせずにいじられることもなく僕のおかげで伸びたことはないでしょ。このチャンネルも僕だけのチャンネルじゃないですか、言うても。あ、そうですね、実はね、そう、3人のチャンネルなんでね。そうですね、メインは3人いるんですよね。もう1人いるんですよ、多分もうそろそろ帰ってくるってね。はい、でね、もうね、時間ないんでどんどん行きますけども、ね、急に声でかいな。あ、ドラえもんの映画やっぱ好きなんですよ。うん、やっぱ何が映画いいかなっていうと、一つにやっぱ主題歌がいいっていうのがあるんですね。ああ、なるほど。本当いつもいい曲なんですよ、うん、で毎回ね、いろんな人が歌ってるんですよ、うん、ちょっとこれウィキペディアなんですけど、はい、この武田鉄矢さんとか。武田鉄矢さん歌ってるのはこれ有名ですよね。はい、僕がよく言ってるからね、はい、あとキョンキョンとか。キョンキョン、小泉今日子さん、はい、スピード、スピード吉川ひなのさんとかもね。吉川ひなのさんって、はい、あのちょっとふわふわした感じの癖のある感じで、へえー、まあ、矢沢永吉さんも撮ってるじゃないですか。よく気づきましたね、これ水巻さ、シティ冒険記、うん、A ちゃんも歌ってるんですよ。 A ちゃん歌ってるの、ドラえもん。これも割といい曲ですよ。ゆず、僕の好きなゆずも歌ってますし、はい、バンプオブチキンが歌ったり、はい、福山雅治さんとかね、ビッグネームばっかり、はい、キスマイフット2も歌ってますからね。あ、ジャニーズの、はい、で今年一番新しい映画が、うん、最近公開されたんですけど、ミスチルなんですね。ミスターチルドレン、はい、うん、だからね、毎回このドラえもんの映画は誰が歌うかっていうのはね、一つのテーマになってるんですよ、毎回ファンの間では、はい、次誰が歌うのっていうの気になりますね、はい、なので来年の映画は誰が歌うかを予想しよう。もう来年やることは決定してるんで、はい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 、なので主題歌を誰が歌うか、うん、もしこの二人のうちどっちかがピンポイントで当てられたら、はい、なんかしましょう。なんかなんかはまあ、うん、後々決めてもいいやと、はい、だから一お互い誰か一人アーティスト決めましょう。おー、いいですね、はい、うん、お、それちょっと面白いな、はい、今年ミスチルなので、はい、もうビッグアーティスト来ちゃってるんですよ。うん、もうサザンオールスターズ。あー、なるほどね。そのこの流れでいくとね、いやでもどうなんだろう、この男のアーティスト続いてるんで、 そろそろ女子かなっていうのもある。なんか今この順番見てたら結構なんか男性男性女性、ちょっと男性、渋めの男性来てますから、最近だと。そう考えたら女性っぽいな。この今のね、J-POP の上を行ってる人たちって、まあ、あいみょんとか女性だといるんですけど、はいはい、ただあいみょんはね、クレヨンしんちゃんで最近やっちゃったんですよ。去年だったかな。じゃあちょっと低いかなと。まあわかんない。ドラえもんとクレヨンしんちゃん両方歌うアーティストもいるんですよ。ゆずもそうですし。はいはい。そうなんですけど、結構ちゃんと実力派の人が多いですかね、うん、こう見るとね。そうなんですよ、まあ有名な人が歌いますけど、米津玄師とかそっち系もありそうじゃないですか。なんかありそうなんだよな。あ、なるほど。いや、ドラえもんでいい歌作りそうですね。いい歌作りそう。米津玄師さん、あいみょん、ヒゲダン、ヒゲダン、キングヌー僕らの大好きな僕らの大好きなヒゲダン、キングヌーなんですよ、はい、ヒゲダン、キングヌー。今の J-POP の人たちも一番好きですからね、うん、今ね。そうなんですよ。だから可能性で言ったら、ヒゲダン、キングヌーとか全然来そうな気もしますよ。でもなんかやっぱ女性な気がするな。あ、本当ですか。AKB グループ、いやー、ない。でも Perfume とか、パフュームグループ、女性グループも入ってるんで、ないか。乃木坂とかそっち系だったらあるかもしれない。そう、モーニング娘。とかもね、あるような気もするんですよね。モーニング娘。最近なんかどんどん来てるぞっていう。もしかしたらもう、知ってる人の間ではずっと来てるのかもしれないですけど、はい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 、また僕が耳にするようになってるんで。長いですもんね、モーニング娘。ね、でも、僕は今、さっきパッてこう浮かんだのが、うん、愛さん。愛さん、うん、愛さんなんかありそうだなと思いますね。ちゃんと実力もあるし、確かに。で、ありえるな。なんかドラえもんの歌を歌ってってもおかしくない感じが。確かに、なんかもうあれ歌ったことあるんじゃないっていう気がちょっとしそうな気がします。ないですもんね、うん、でもないけど。僕は愛さんです。あの、同じ鹿児島で同郷だし。あ、そうなんですね。だから僕は愛さんか、はい、長渕剛さん。長渕剛さん来たらマジで面白いですけどね。長渕さん歌ってほしいけど、はい、僕好きなんですけど、ドラえもんには。ちょっと合わない。すみません、一個言い忘れたんですけど、はい、来年の映画がなんかどうやら宇宙っぽいんですよ。一つヒントとしては関係ない。
まあそれだけですけど、長渕行くかな。長渕の宇宙がなかなかですよね。やっぱ愛さんですか。ブラックホールに吸い込まれる流れ星なんだよなそれ。流れ星なんだし、チャンネル違うしな。僕は愛さんです。愛さんでいきますか、はい、いやー、女性かなやっぱり、うん、俺多分ヒゲダン、キングヌー、ヨネズのどれかだと思うんですよ。あーでもなんかね、最近ちょっとベタベタすぎかな。それかあの鬼滅の刃のリサさん、リサさん、あの方、うん、なんかそういうちょっと、うーん、あー、ありそうですね、地形に行きそうな気もするな、うん、リサさん、これ女性だったらリサさんな気がするな。あー、なるほど。いや、アニソンつながりで、なんかわかん、いつ頃それは歌とかわかるんですか、公開予告か。いやー、でも普通だったら、うん、春に公開されるんで、3月なんで、もう1月とか、もう年末ぐらいには多分、大体12月とか11月頃には出てた気がするんですよね。最近のちょっとドラえもんからちょっと離れてた身なので、あ、2人ともいい線いってるなと思うんで、はい、はいはい、そのリサさん、あ、じゃあ俺リサさんに、じゃあ俺リサさんにしますわ、もう、はい、もうやっぱ一気に今鬼滅の刃でガッてきましたからね。鬼滅の刃で出るんで、もうここは流れで鬼滅からのドラえもん行くでしょう。ということで愛さんとリサさん、うん、女性アーティストということでね、はい、じゃあ交互期待じゃあ橋さんまた、はい、あれぜひ、僕もこれでまたしばらく、いや僕らの四条半島からそんなことないそんなことないですよ。なかなかね、2人のスケジューリングがね合わないし、あ、今回この予想のためだけに僕呼んでいただいたんですね。いや、ついまあたまたまという別にだって僕いてもいなくてもよかったいやでも一人だ、一人で喋ってよりも二人でこう言った方が楽しいじゃないですか、ね、やっぱちょっとお酒と一緒ですね。アイツさんがいた方が伸びる説あるから、じゃあこれそれもちょっと検証ですね、はい、そうですね、はい、そう、これでガン行ったらやっぱハチさんのおかげだなっつって俺引退しますよ。企画の中身がただ予想してるだけだからないやでもね、はい、結構主題歌侮れないですよ、ドラえもん。そうですね、はい、分かりました。はい、ということでね、はい、また次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、ありがとうございました。